はい、で続くお車。はい、ね、これ CX80 の一番下から2番目のブレード、うん、クロス D S パッケージ。 S パッケージで最大の違いは、うん、さっきのやつがこうカラーだった、カラードだった、これ同色だったじゃないですか、はいはいはい、これはもう CX60 と一緒で、ね、安いグレードは樹脂。ホイールも違うね、横浜だ。アドバンになりましたね、プロクセスから。今回18インチで、インライン6は変わらず、うん、で、 内装がパブリックで、CX60 って確か一番下のグレードだけカップホルダーに蓋がなかったんですけど、うん、で S パッケージは確かあったはずなんだけど、はいはい、80の S パッケージは蓋がなくなったんですよ。なるほど、まあ一応プロトタイプだからねっていう。 そうね、あれはある。中身一緒だもん、まあ、一緒だよね、この感じも一緒だし。まあでもでメーターが古い機種じゃないぐらい、我々 30-40 代からしたら手が届くのはこの辺かなって気がするよね。そうね、うん、でシートもこっちの方が俺好きだけどな、なんか安っぽくないからいいよね、こうステッチとかがあってさ、うん、あとシートベンチレーションがないですね、ヒーターはあるけど。そうね、はい、これ今ちょっと2列目こっちだけ一番後ろにしてみたんですけど、これはあれだ、広さ一緒だからね、7人乗り7人乗り、あ、じゃあそれ出すかしら。7人乗り でまあセパレートじゃなくて普通のベンチ、これ下につくタイプか、好きじゃないな、これか。これわかります？これさ、これね、これ結構2つに分かれるんだけど、これつかないタイプだとちょうどいいんですよ、うん、つくタイプだと、あ、止まんないの、止まんない、止まんない、止まんない、だだだだだ。ただね、これ膝の感じはいいですね。いいですか？いいです、いいです。まあでもキャプテンシート見るとちょっとね、なんかまあね、あれだけど、でも現実味を帯びてるのはこっちの人が多いと思う。で、ここも基本タイプ C もついてて一緒で、うん、シートヒーターとベンチレーションがないのか、レースなんだね、レースね、はい、それぐらい。シートバックも一緒だし、この横の電動のスライドは一応標準でついてるらしい。あ、そうなんですか、うん、で、まあ3列目はまああんま変わらないですけど、ファブリックになってカップホルダーもタイプ C も一緒だからね。一緒だね、うん。ただ1個気になるのがですね、はい、2人でさっき言ってたんですけど、ちょっと後で答え合わせをしますが、3列目です、コンガーシートの時こんな薄かったっけね、急激に薄いね、こんな厚切り食パンみたいなだったかな。なんかあれだね、こう車の側がすごい立派だからすごい急になんかプロボックスを思い出すみたいな。そうそうそう、さっきはでもこれ確かね、さっきの一番偉いグレードってこれじゃなかったんだよ、ね、じゃなかった。で、これやり方 CX8 でしょ、ね、あ、どれぐらいフラットになるかやりますか。そうだね、ここから見ますとちょっと上がってますね、ちょっとね、2列目がまあ上がりますけど、あとアンダーボックスは割と深めで、これいいね、トノカバー状に切ったんだね、素晴らしい。で、8だと、うん、このなんか可愛らしいこのおまけサイドみたいなやつが両サイドにあったんですけど、うん、今回こっちはないですね、これまあ P ヘブがあるからね、そうそうそう、さっき給電がねらしいです。で、それとですね、さっきの偉いグレードとの差は、うん、これ覚えてます、ここ、うん、さっきのカラードだったんだけど、そうだね、この樹脂になって、これこっちの方がかっこよくないですか。かっこいい、これだな。そういえばあれなんだね、これエキゾーストのフィニッシャーがないんだね。ああ、確かに、ね、これ電気自動車なんですか。60ってあったじゃん。あ、こっち、あ、左右出しなんだ。でもなくしてるんだ ね、まあ、ね、やっとね、大本命が来たんですよ。 CX80 のプレミアムスポーツ、スポーツ系の一番上ね、あのモダン系はグリルがメッキだったじゃないですか、うん、これクロームメッキっぽい感じの。本当だね、ビカビカしてないね。で、まあ、ここはちょっとあれとしてもかっこよくないですか。かっこいい。いや、なんかこれだよ、これだね、これこれ。ちょっと我々アラサーアラフォンにしてはこんぐらいがいいね。これだよ、やっぱ黒って締まるね。でも CX60 のスポーツ系ってこれもっと黒なんだよ、うん、あ、そうね、同じやつけど、メッキがね、まあさ、そこら辺はどうにでもなるじゃない。いや、これはいいね、これだよ、これいい、これがいい、これがいい。タンレーザーね、 CX60 でも好評だね。あ、これはこれだね。いや、断然これだろう、うん、これはこれだ、これだよ、もう決まりだよ、これだ。あ、これここも金、あ、本当だね、
ね、さっきも金だったもんね。へー、これはちょっともうあれじゃない？いいね。一応リア見ますか。100点じゃないもん。これだよ、見てほら。あのー、やっぱさっきのベンチシートもいいんだけど、こっちの方がやっぱり広く見えるよね、明るさもあるし、ね。はい、では後ろからの絶景でございます。でーでん、うわもうね、これだよね、これだ。こっから見てたいね。一応意味もなく倒してみようか。これだよね、やっぱ80の4座じゃないか、これ。やっぱりそうね、ね、うん、これ4人で乗る贅沢。オットマンとかつけたいね。ね、でさっきあのデザイナーさんにねお話を伺いまして、聞きまして、まあ、8との違いじゃないや、60との違いがね、ここがですね、長いんです。ライトが内側に長いんだよね。そうそうそう、だから60の方が、これを見た後に60見ると、なんかすごいここのあれがね、ちょっと目が離れてるように見えるね、おっしゃってた。あとはマフラーのあれがないね、ガーニッシャーがあれがないですね。で、あとこれか、リアのこのメッキの部分ね。そう、ここ、でこう真横から見た時にものすごいここが効いてるね、特に黒だ目立つけど。そうね、あと CX60 のスポーツ系ってここも黒っぽいんですよ。あ、だけどわざとちょっと大人な感じでメッキを残したと、ね、これはいいよね。で、これがさっきまた説明を聞いたら、ライトがね、こっちにこう反射するって言ってたよね。そうです、そうです、ね、最初はなんつったっけ、あの四角いサイコロ状、サイコロ状のやつ作ったら実はちょっと違くてみたいな。そうそうそう、だからこうやってほら今景色が反射してるけど、ね、上と下でやっぱ違うとこが反射する。遠くから見ると結構効きますよね。かっこいいかもしんない。かっこいいよ、意外に。なんかちゃんとおっていう感じがするね。決まりましたね。でホイールが CX60 と基本的にデザインが一緒で、これスポーツ系だから黒、完全に真っ黒ですね、うん。あとちょっといいどうでもいいんですけど、はい、マツダの SUV って結構考えられてですね、はい、これ開けると全部持ってかれるじゃないですか。お、あ、裾ね、ここが要はアウターのパネルになってるから、例えば雪とか泥とか跳ねてもここの内側には入んないんだよね。そうそうそう、だから ここだと汚れないじゃない。ここが汚れない、だから裾が汚れない、よって裾が汚れない。結構雪のさ、テストとか行くとさ汚れるから、ね、めちゃめちゃになるじゃん。そうそうそう、これ結構でかいです。 CX5 もそうだったね。確かこの辺マツダさすがな感じで。そうです、三菱もやってますね。スタッフオンリーのところですが、今日はですね、開けてもらってこちらですよ。この色がメルティングカッパーメトリックで、ちょっとこう太陽が当たるとピンクっぽいとこもありながら、なんか綺麗でありつつちょっとこうスタイリッシュ感が半端ないよね。ちょっと勇気いるけどね、このいいんだけど、まあ、もう日本橋高島屋って感じだよね。そうね、新宿じゃない、新宿ではないね。ないね。これがモダン系の2番手だよね、うん、エクスクルーシブモダン。そうです、内装がちょっと違うんだよね。そうなんです、はい、じゃあご紹介を、はい、ちょっとご紹介しますね。さっきのやつってちょっと熱いからエンジンつけますね、うん。こことここの間ぐらいに駆け縫いがしてあったの、うん、こういう縫い方が、ね、そうそうそう、でそれが今回ないんですよ。本当だ、まっすぐステッチ1個安いグレードは、うん、でただのステッチになって、うん、あとここがさっきのブラックな差し色が、うん、それがゴールドですか。こっちいいじゃんこれ。だからこれね、このやり方基本的に60と同じはずなんだよ。そうね、そうですよ。まあ、でもなんかこう安っぽい感じないよね。2番手グレードって感じはなくて、ね、全然ない、個性が違うって感じで。これはこれでいいね。いいですよ、はあ、じゃあ2列目。ああとね、あこの吹き出し口がちょっと金になるっていう。あいいね、もうなかなかのものです。なかなか、うん、細かいとこ大事。素晴らしい、はい、2列目。はい、まあおなじみのまあさっきと変わんないね。一緒です。でさっきと同じでシートの真ん中のストライプが色が違います、うん、全部一緒ですね。一緒かな、3列目も、はい、アイソフィックスもついてね。次トランク、まあ、何も変わらないんです、まあ、変わらないけどね。これね、実はね、さっきちょっと入手した情報によると、はあ、パッと見60と一緒じゃないですか。一緒でかいんだよ、こっちの。何がテールランプが、灯体が。そうなの、うん、なんか案内ね、
まあ一緒ですね。あーやっぱ薄いね。あ本当だね。でもやっぱさ薄いね。ファブリックとのここの境目がささっきないから余計薄く見えるんだね。だのこれナッパレザーだもんね。そうね、まあ、レザーの脂肪感もあっていいよね。これ3列目立てた状態であそこにあるリモアっぽいやつを詰めるかな、ね、じゃあボストンバッグも3列目戻します。あちょっと厳しいかな。ボストンは縦置きは無理。横置きでございますね。まあ、こんな感じ、うん、4人家族で1泊って感じだねこれじゃね。そう ね, ねだ5人家族でまあもう一個スーツケースがちっちゃいのは入るかな、うん、下にやればいいし、ね、うん、下にもして。ということで次はですねテーラーメイドのゴルフバッグがいっぱいあるんですけど久しくやってないね。自動車メディア大好きゴルフバッグをいくら詰めるか。あそうね、最近やんなくベストカー来てやったことないね。あのゴルフ場でバイトしてたんで結構積み込み大事なんですよ。なるほど。で SUV ってやっぱり不利じゃないのって俺思うんですよ。これ3列目あるし、うん、ね、でまずちょっと3列目あり状態で何個入るか。そうですね、はい、行ってみます、はい、でよくねゴルフバッグ持つときここ引っ張る人いるんですよ、はい、こういう風にここね大体破れる。なるほど、ちゃんとねハンドルを持ってます。はい、はい、ぴったりじゃない。あつらえたかのようなぴったりさ、ね、すごいねこれ、ね、はでこれでまあいい、ね、パツパツでまあボストンバッグシューズとか入れてって感じかな。6人でゴルフバッグ1人だけ持ってけるみたいな。そうじゃあ次4人乗りで考えると松田偉いのがちゃんと中が入ってるっていうね。そうね、いいのに別に。これちょっと筋違いに入れてみましょうか。4つ入るかこれ。これやっぱり答えを聞いた方がそうだねいいかもしれないですね。4つ積み方教えてください。なるほど。これでとりあえず2つはこうやって詰めるらしいですね。2列目をちょっと前にして1の1ぐらいかな。あで前にしてで上に乗っける。あここまで来たらもこっちのもんですね。 あ4つ乗るじゃん。乗ってこれ閉まらないとかないんですか。手前にちゃんとあるもん、ね、一回閉めてみましょう。あそうね、閉まりますよ絶対。あ、ね、閉まった閉まった、はい、なるほど。はいということで木村君いい車でしたね。 AT 乗れてないんですけど動いてる CX80AT を見る限り、うん、60とは違った足の動きをしていてそんな気はした。相当なんか、うん、いい足になったらしいんで。だってよ前ヨーロッパでまだ仕上げしてますって今年の春先ぐらいに言ってたから、うんうん、ヨーロッパで仕上げしたんじゃないですか。まだ作ってるかもしれないし、ね、まだ開発途中かもしれないし、うん、で今日はさデザインの回だから。そう内装とねデザインと概要ね、うん、最初やっぱ間延びしたなんかこうストレッチ版みたいな、うん、60のなんかこんなかっこ悪くないって正直思ってた。そうですね。いやいやいやって感じでした。本物かっこよかった、うん、かっこよかった。特に最後のスポーツプレミアムスポーツプレミアムスポーツのタンレザー、うん、プロそれからモダンスポーツでもいいね。いいね。プレミアムカッパーとタン内装、うん、はい。これは多分自由が丘とかでいいかもしれない、ね、そうね。あと西海岸に住んでる人とかもいいかもしれないね、うん、アメリカだけだと。そうね合うよ絶対、はい、次は試乗編に発売いつなんですかね。これなんかねちょっとあの一連の国交省騒動で発売が夏発売は夏ぐらいかなって言ってたけど9月までにはそうね多分この動画もいつ公開か分かんないですけど分かんないまだいつ公開していいか分かんないって国交省騒動で、はい、らしいので僕は NA ロードスター直りましたんでね、はい、僕はもう車検なんでアウトランナー、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますということでありがとうございました。ありがとうございました。じゃあさちょっとデザインについて、はい、話そうぜっていうことで。なるほど。今こうグランピングサイトからね、テーブルの上にはかぼちゃとレモンとアップルタイザーもあってね。で AT があるといいね。どうよ車オフロードアウトドア行くのはこのグレードじゃないですか。そうね気兼ねないよね、うん、さっきあの喫煙所でいろいろ話を聞いたんですけど、うん、5と8の価格差ぐらいには収めたいと、うんで今回問題なのは、うん、60ってガソリンあったじゃないですか、うん、2.5 リッターガソリン、うん、これないんですよ。
ディーゼルだけだもんね。だからスタート価格は60より上がる、確実にかなり上がる、うん、で60の前ディーゼル、素のディーゼルよりちょっと上ぐらい、うん、プラス30万ぐらいじゃないかなってことは60の素のディーゼルがいくらか覚えてないんですけど650ぐらい、ま、いやいや一番高いスタ、いやもっとじゃない、700近いんじゃないですか、クロス、なんだっけ、60のプラグインが600いくらでしょ、680とかじゃない、じゃあ込み込み750万ぐらい、これの一番高いやつだ、ね、高いだね、で素は多分300万台後半じゃないですか、うん、でもこの車格でさ、例えば GLE とか GLS とかさ、うん、買えないじゃないその値段じゃ、でも8300万切ってたからね、まあ、あれはちょっと安すぎたんだよな、絶対無理だって言ってたそうだろうね、あそうっていう、言うて直6だし、これ6気筒だし、ああそうか全部そうか、うん、プラグイン以外そうなのか、そう、あでプラグインはね60と電池容量も全部一緒らしいです、うん、まあということで、はい、いい車ですよ、CX60 じゃない、80、横が違う、そう、あと2列目以降が違う、うん、やっぱりいいね、あとねどうでもいいんですけど60より立ってんだってリアガラスが、うんうん、でこれは70も90もそうらしいんですよ、60だけ違ったんだ、うーん、で逆に60がオリジナルなんだ、そう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 、どうですか、どういう人におすすめ、でももう、まあ、8からの乗り換えはまあいいんじゃないですか、割とだから富裕層向けな気がしない、富裕層向けですね、もうね、うん、BM の X7 買うんだったらこっちの方がいいですよね、いや全然安いし、安いし3台ぐらい買えるよね多分、うんうん、だからなんか中途半端に輸入車の SUV で悩んじゃうよりは、うん、こっちがいいね、